皆様こんにちは。トリプルセブンキャプテンの西川です。今日はパイロットの燃料節減の取り組みをご紹介します。車と同じように飛行機にもエコなフライトがあるのは皆さんご存知ですか？飛行機は飛行の高度や操縦次第によって飛行の燃費が変わるんです。飛行機は基本的に高い高度になればなるほど燃費が良くなります。 ANA としてもディスパッチャーはできるだけエコなフライトとなるように最適な高い高度を選択して飛行の計画をします。パイロットはその計画、すなわちフライトプランを受けて確認するわけですが、揺れの状況やフライトの時間、その日の飛行機の重量などから最適となる高度を選択します。何もなければ最も燃料消費が少ない高度を選択します。飛行機にはエンジンが2機ついています。着陸後にスポットに向かう際には片方のエンジンを止めて地上走行することが可能です。それでは実際にエンジンを止めて駐機場に入ってくる動画を見てみましょう。今ご覧いただいている飛行機は向かって右側のエンジンを止めて入ってきています。左側のエンジンだけで走行しています。この時点ですでに向かって右側のエンジンは止まっているのですが、少し動いているように見えるのは風で風車のように回っているからです。少しずつ回転数が落ちているのが分かりますか？左右を比較して見ていただけると分かりやすいかもしれません。いかがでしたか？エンジンを1つ止めるわけですので、その分の CO2 削減効果があります。ただし、いつでも1つのエンジンを止めてもいいかというと、そうではありません。例えば、雪が降った後で、舗装面が滑りやすい状況だと、エンジンのバランスの影響を考えて、ワンエンジンの走行は実施しません。また、機種によっては、着陸後のエンジンのクーリングタイムが設定されているなどの制限もあります。いろんな状況を考慮して、ワンエンジンの地上走行ができるかどうか、パイロットは判断しています。飛行機は着陸後にタイヤについているブレーキ、翼の上の空力のブレーキ、またエンジンの逆噴射によるブレーキを用いて減速します。このうちエンジンの逆噴射によるブレーキはエンジンの推力を一時的に上げることによって逆噴射のパワーを得ます。これをリバースと言います。この逆噴射リバースは特に高速時の減速に効果がありますが、飛行機の重量が軽く滑走路が十分に長い場合などはフルに使わなくとも滑走路内に安全に停止、もしくは誘導路に離脱できます。このやり方をリバースアイドルと言います。着陸後の逆噴射を低いレベルに抑えるやり方です。このやり方もいつでもできるかというとそうではありません。例えば滑走路が雪で滑りやすい場合などは実施しないです。リバースアイドルも滑走路の長さや飛行機の重さなどいろんな要素からできるできないをパイロットは判断しています。皆さん、飛行機が着陸した後にゴーという音を聞いたことがありますか？その音はエンジンの逆噴射の音です。リバースアイドルをしているとこの音がせず静かに着陸します。皆さん、次回飛行機に乗る際にはこの音にも注目してみてください。飛行機は限られた長さの滑走路から離陸するために離陸前にフラップと呼ばれる翼の後ろの部分を伸ばし、翼全体を面積を大きくして離陸します。このフラップは離陸着陸の時にはとても重要な役割を担っているのですが、一旦離陸してしまうと実は飛行機全体からすると抵抗ドラッグとなってしまいます。ですので安全な高度まで上昇後はなるべく早めにこのフラップを引っ込めた方が飛行の効率には良いことが分かっています。それはちょうど鳥が離陸するときには大きく羽を広げるのに対し、上空でスイスイ飛ぶときにはやや翼をコンパクトにするのに似ています。この早めにフラップを畳んでしまって効率よく加速して上昇する方式を ANA ではノーマルクライムと呼んでいます。
できれば全空港でノーマルフライムをやりたいのですが、空港や滑走路によっては別の上昇方式を指定するところもあり、どこでも OK というわけではありません。皆様、今回の動画はいかがでしたか？パイロットもエコを意識したフライトをしているということを知っていただければ幸いです。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 ANA Inspiration of Japan